巨人がヤクルトに連敗し、2位、阪神にゲーム差、2位、と迫られた。先発、井上厚弘投手は、5回5安打2失点で降板。2番手、船場様大河投手が6回に村上宗隆内野手、オスナ内野手に連続本塁打を浴び2点を追加された。打線はヤクルトの先発、高橋慶司投手に6回まで7安打無得点。7回にようやく1点を返したが、 届かなかった。巨人は2回、先頭の大城匠保守が左中間のフェンス直撃の二塁打。一氏から角脇誠内野手の二頃で大城匠が察知したが、井上は左比に終わった。3回も先頭の丸吉弘外野手が子球を選んで出塁。一氏から吉川直樹内野手が2打席連続ヒットとなる左中間を破る二塁打を放って一市に三塁とチャンスを広げたが、 岡本和馬内野手、モンテス内野手が連続で空振り三振に打ち取られた。井上が4回に選手点を許した。先頭のサンタナ外野手に中前だ、村上宗隆内野手は三飛びに打ち取ったが、オスナ内野手に宇宙感を破る二塁打を許し、一塁からサンタナが生還し1点目。さらに、増田ダジュ内野手に死球での一死二三塁から、 山田哲と内野手の左前打ちタイムリーで2点目。左翼からの返球をカットした坂本隼人内野手が、3塁を狙った1塁走者をタッチアウトにする好判断。西1塁から中村雄平捕手は中飛に抑え、2失点で踏ん張った。2点を追う巨人は5回、丸が先頭で右前打を放ったが、坂本が初球を打って東五郎平殺打に倒れ、無視の走者を生かせなかった。 先発、井上厚弘投手は5回5安打2失点で降板。2番手で船場様大河投手が6回から登板したが、痛い連続アーチを浴びた。一死からヤクルトの手砲、村上に打った瞬間にわかる超特大の右え27号。その余韻が残る中、オスナにも左翼スタンド27号ソロ本塁打を打たれ、2点を追加された。 4点を追う巨人は6回西から大城拓が死休で出塁。朝野正午外野手は左中間二塁打を放ち、大城拓が一塁からホームを狙ったが、タッチアウトとなり、得点はならなかった。巨人は7回にようやく反撃。先発の高橋に代わってこの回から登板したヤクルトの2番手、田口和と投手から先頭の角脇が死休で出塁。 一死となって丸が中前打で繋ぐと、3番手で大西広木投手が登板。ここで坂本が左前タイムリーを放ち1点を返した。なおも一死一二塁のチャンスが続いたが、吉川は左非、岡本和馬内野手は見逃し三振に倒れ、1点止まり。坂本は、次につなぐことを考えて打席に立ちました。打ててよかったです、コメントした。 7回以降は無得点に抑えるも得点はこの1点のみ。安打数で広島を上回るも得点に届かない場面が続いた。この日にの阪神が広島に勝利したためゲーム差は2となった。